サンピエール島、ミクロン島を構成する島の一つ。北から南にかけ、ルカップ、グランドミクロン、ラングラードの各半島が陸警察でつながっている。グランドミクロンとラングラードをつなぐものは18世紀にできたミクロンイコールランチ橋で以後数世紀にわたって船が多数座礁して補強されてきた。南東部は幅5 5キロメートルの海峡ラベによって、 サンピエール島と隔てられている。島の中心となるのはミクロンイコールランである。1579年にボルドーで出版された安全で良好な航海に必要な規則と教訓を含む工程を記し、ニューファンドランド島へ向かったバスク人船長マルティン・オヤルサバルの冒険の旅においてマイケックウェルの綴りで記されている。 マンソン地図と呼ばれる地図において1625年にはミクロンの綴りで記されている。バスク語ではマイケルン、ブレイス語ではマイケロン、ノルマン語ではミカロンとなる。ミカロンはバスク語でミヒエルを表したものでバスク語分けするとミカルである。ミクロンとラングラードを示しバスク等を指定するシャンプレーン地図など特定の要素がこの仮説を裏付けている。 1697年頃に公開したバスク人船長マルティン・サピアンはサンピエール、ホルトゥーナ、ミケル・ポート州について語り、マルティン・オヤル・サバルの文章を裏付け、確認している。複数のバスク系スペイン人たちは、偉大なるミシェルを意味する、ミゲロンというスペイン語名の綴りから影響を受けたと考えられる。ミクロンには、複雑な地質学上の歴史がある。 液体力学上の流れと海面変動が堆積物に与えた影響により時間の経過とともに多かれ少なかれ安定した海岸線が形成された。最後の注目すべき出来事は約300年前に起きたグランドミクロンとラングラードを隔てる障壁の閉鎖である。群島で最大の面積を誇る島であるが、島北部の村ミクロンイコールランの人口は627人である。 住民は主に沿岸漁業で生計を立てており、大部分がバスク人、ブルトン人、ノルマン人、またはアカディア人の子孫である。アカディア人たちは大追放の時代に島に到着している。ありがとうございます。